え、やだ、いきなりなんか歌始まった。いきなり人間の声が聞こえてくるとは思わなかったな。ほんわか家族ができちゃうゲーム、猫友体験版やろ。なんか曲がちょっと情緒が不安定になる。猫を見に来てんのに人間の声が聞こえると情緒がちょっと安定しないから。お庭で初めましてお庭で初めまして。え、にゃー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 言ってる。いいお家だね。おや、何かの鳴き声が聞こえます。何か、なんだろうね。猫ではないだろうな、まさか。まさか猫じゃないよ。この鳴き声は、そう、猫。最初から、わかってるじゃない。あなたの部屋の庭に、猫がいるみたいです。あなたの部屋の庭？そう。これが私の家ね。わ、二足歩行だ。あそこに猫がいますね。あれ、猫かな？ちょっと怖いな、なんか。猫じゃない？何かじゃない？あれって。怖いわ。レッサーパンダとかに見えるよ。あなたに興味があるみたい。少し近づいてみましょう。うわ、目線の高さ。にゃにゃー。うわー、怖えー。こんななの？こんな感じなの？撫でてほしいみたいですね。お前は誰だよ。天の声。にゃにゃにゃ。にゃーしか言わねえわ、この猫。優しく撫でてあげましょう。あ、猫が喜ぶところ撫でてあげましょう。あ、これ何？ジョイコンの、何ですか？ジョイコンを動かすと手が動くとかじゃなくて、手動なんだ。触る、撫でるができる。なんだこれ。おら。おら。あんまり触れない。あんまり触れないですね。猫が喜ぶところといえば、喉。あ、むにゃむにゃ言うな。あ、にゃ、そう。ちょっと、選ばせろ、選ばせろ。気持ちいいか。気持ちいい。うわぁ、喋った。喋るもん、喋るもん。あら、猫が喋りました。すごーい。お前だよ。どうしたのでしょう。お前が喋ったんだよ。あ、この顔は可愛い。何か考えているみたいです。手が大きいな。バランスが絶妙。な、おうち？ちげえよ。切れないで、いきなり自分のテリトリーに別の生命体が入ってきたからって、切れるようでは人間やってられない。私よりこいつの方が、情緒安定してる。あなたのお部屋を眺めて、なんだかお部屋に入りたいみたいです。ちょっとずうずうしいわね。ま、入れてやってもいいけど。お家行く？中に入る？お家行く？ってなんか、ナンパ。飲み会で可愛い女の子が酔っ払っちゃった時の、あれだね。うち来る？これ選択肢によってなんか変わんのかな？わはは、にゃ。猫が笑うと胸元の懐中時計がふわっと光ったような気がしました。触れなかったけど、それ。あなたのお家にやってきたおしゃべりするなんだか不思議な猫。これからどんな毎日が始まるのでしょうか。楽しみー。あなたと猫は知り合いになりました。シビアー。ま、一回ちょっと言葉を交わしただけで。友達とかになれるわけがないっていう現代的人間関係の風刺的なものを感じられますね。体験版でどこまで遊んで、あの机欲しい。あのわけもわからない中途半端なところに板がくっついてるあのテーブルが欲しい。わけもなくあそこに読まない雑誌とかリモコンとか置きたい。猫が部屋へやってきました。はい、ごめんね。一人で盛り上がっちゃって。にゃ。猫は何か言いたいみたいです。んだ？私が、
炭の匂いがする消臭剤を置いてるのも私の勝手でしょ。怒んないで。消臭剤はさ、炭の匂いのやつが一番好きなんだよね。お腹にゃー。ちょっとずうずうしくない？まだ私たち知り合いだから、友達とかそういうちょっとそういう関係じゃないからさ、なんかお腹すいたにゃーとかそういうんじゃなくて、なんかもしよろしければなのですが、ちょっと申し訳ないんですけれども、まあ何か、いや、もしよかったら余ってたら、ね、いいんですけれども、ちょっとまあ食べ物などをいただけないでしょうかぐらいの一言は欲しいわ。猫にささみスティックを食べさせてあげましょう。はい。あー、なんか白目がないと怖いな、なんか。すごいマリオパーティーみたい。ささみスティックをプレゼントしました。はあ、よく持ってたね。私のかな。私が食べる予定だったんじゃないそれって。いきなり喋れなくなるわ。ペコペコと頭を下げてご飯を食べさせてもらってお礼を言いたいみたい。あ、ここはいい子だね。ちゃんと頭を下げてるね。感謝を伝える言葉を教えてあげましょう。あ感謝か。10文字しかも。10文字で感謝。難しいね。難しくはないんだけど。動画として難しいという意味です、これは。3点リード。3点リードがねえよ。じゃあ3点リードがねえよ。ちょっと待って、ハテナ見つけられない。あった。なんでこんな私に。かわいそう。なんかやっぱ優しくしてもらうことに慣れてないから、ありがとうという場面でこう、なんでこんな私にって思ってしまう。素直にありがとうと言えない、そういう感じね。わかるよ。そうだよ。なんでこんな私に。もっと自信持っていいよ。そんな可愛いよ。大丈夫。そんなね、優しくされるだけの価値ある。大丈夫、自信持っていこう。あなたを指さして、人を指さすんじゃない。何かを知りたいみたい。私の名前とかかな。あ、名前ですか。私の名前。あ、普通に喋れる。ボロてる。どうやらあなたの名前を知りたいみたい。知り合ったばかりなのに、そんな名前か。でも私この猫友、これ猫友だけど、ずっと昔に熊友をね、携帯でやってた時の名前があるんで、それでいきますね。まあ、メンヘラかな。結構なんかメンヘラにしておくとね、なんだろう、抗議の意味で、ちょっと、うわぁ、ちょっと存在を否定された。なんで、ちょっと、ニンテンドー？なんでそんなに、メンヘラをさ、否定するのよ。好きでやってるわけじゃない。好きでやってるわけじゃないのに。ひどいよ。熊友の時は良かったよ。メンヘラちゃんで通ったよ。ちゃんがついてないからダメ、もしかして。そういうこと？あ、びっくりマークついてる。あ、違う。これはあれですよ。これはあれ。じゃ、メンヘラちゃん、何さ。メンヘラ、メンヘラだって、メンヘラだって猫とも遊びたいじゃん。無理。何よ。もう、仕方なしだよ、これは。5000歩譲ったわ。ミトコンさんだよ。ミトコンさんだよ。ミトコンさん、な
んでこんな私に。まあそうだね。いや可愛いって、大丈夫大丈夫。うん、そんなにね、自分そんなメンヘラみたいな考え方してると任天堂に消されるよ。任天堂はなんでこんな私に。任天堂はメンヘラを許してないから、もっと自分に自信持った方がいいよ。君はお父さんのことちょっとわかったな。あ、そう。ちょっとバカにされてるかな、これは。ちょっとわかられたわ。猫はあなたとお話ししたいみたいです。猫の名前は変えられないのかな。おしゃべりボタンを押してお話ししたい内容を選んでお話ししてみましょう。何話そっかな。スマホが見られるようになりました。見ないでよ。そういう見られるじゃないよね、私が見れるんだよね。スマホからアルバムを見られるようになりました。私のカメラロールを見ないでよ。おしゃべり。なんだこれ。あ、これしかない。名前しかないわ。名前しかないわね。名前ホチホチホチんだ。猫も名前が欲しいみたい。そうだよね、名前がないと呼ぶときに困りますものね。お前は誰だよ。名前か。くぅ、おくつぶし。いや、ごくつぶし。ちょっともう少し考えよう。でも言うて私ポケモンにも名前つけない派だし、普通に猫のこと、まあ、知り合い程度の猫だし、でも猫ちゃんぐらいかな。でもこれ別に愛がないわけじゃなくて、普通に猫ちゃんって思ってるから猫ちゃんなの。これはわかるかな、このニュアンス。猫ちゃんって呼ぶね。猫ちゃん。ダメかな。猫ちゃん、猫ちゃん。かわいい。いや、かわいいよこれ。猫ちゃん、猫ちゃん、名前、なんで、こんな私に。かわいいから。だってお前猫だからさ。あなた猫だから猫ちゃんって名前つけるしかなかったよ。猫ちゃんちゃん。猫ちゃんちゃんだよ。猫ちゃんちゃん、さかなクンさんみたいになってるよ。おや、また猫ちゃんちゃんの時計が光りました。なんだか不思議な時計ですね。さかなクンさん。お、何かが溜まった。なんだ？あ、エピソードが見られるようになった。何やら特別なことが起きそうです。戻るを押しますね。お前が押すんかい。おしゃべりボタンを押すと特別なお話が聞けるみたいです。押してみましょう。はーい、はーい。これ今まで教えた言葉がさ、いろいろ出てくる、あっちからの一方的な会話が始まるのよね。熊友の経験談から行くとさ、経験談からしてさ、うわ、走ってきた。なんで今までそのタンスじゃねえな、棚とソファの間に詰まってたんだよ。猫ちゃんちゃんが手足をバタバタさせながら、パタパタバタバタ、目が見えない、あなたのところに駆け寄ってきました。なんだ。猫ちゃん、わかった。ミトコンさんの言葉、わかるよ。わかるようになった。よかったね。ミトコンさんのおかげでお話できるの。うん、よかったね。嬉しいんだ。嬉しいんだ、お話できることが。お話できることが、すべて、いついかなる時もいいとは限らないと思うけどね。本当はみんな話せるんだけど。そうなの？じゃあなんでみんな話さないの？人間の言葉とチャンネルが合ってなくて話せないだけなの。うわー、なんかちょっとリアルだわ。猫同士の会話はしてるけど、そう、人間との会話っていうちょっと違う会話をやってるってことね。じゃあなんでうちらは話せたわけ？話しかけてくれたおかげで猫ちゃんの、猫ちゃんの何が変わったの？ミトコンさんと話せるのよ。話せるのよ。そうなんだ。よかったね。お話できたら言いたい言葉あったんだ。あのね、さっきの食べ物、ささみ的なもの？
猫は美味しかったと言った、あ、そういうことか。ささみがどうだったかってが。そうそう、猫に教える言葉は漢字を使うことができます。知ってますね。なんでこんな私にはひらがなでは入らなかったし。あ、読み間違えることもあるかもしれない。これあれだな。どこでも一緒系だな。そんな時は教えた言葉をひらがなやカタカナに直してあげてください。もうちょっと猫とお話ししていると言葉が直せるようになります。そうなんだ。美味しいか。美味しいね。うまみちゃんだな。うまみちゃん、とってもうまみちゃんだったよ。ふざけてるわ。でも私も割とよく使うから。勉強したんだ、偉いね。いやー、そんなことないよ。嬉しいのよ。なんでこんな語尾がこんなのよなんだ。どっちなんだろう、性別。あー、駆けずり回ってる。そう言いながら、猫ちゃんちゃんはとっても嬉しそうに駆けずり回りましたとさ。あなたの周りをくるくるとしています。そうか、こういう時くるくるとしていますという表現が正しいんだ。猫ちゃん心ないの。悲しい、このご時世に。でもそういう人もね、いるよ、いるいる。駅とか行くと割といる。ご飯を食べるとこもないの。あー、一人ぼっちなの。一人ぼっちなんだ。あ、どっちかだわ。一緒に住む、ここにいていいよ。そうだな、メンヘラ的な感じで気でいくと、まあ一緒に住むっていうのも嬉しいけど、やっぱここにいていいよという全面的肯定感、この字面の肯定感が気に入りました。ここにいていいよ。うわー、いいの？わーい。猫ちゃん、ミトコンさんと一緒にいていいの？かわいい。ちょっとなんか依存関係的な。私にとことん依存させてわ。じゃあ、猫ちゃん、ミトコンさんと一緒に。一緒に住もうね。わーい、ミトコンさんと一緒、ミトコンさんと一緒。ちょっと教育テレビの番組みたいになってるよ。猫ちゃんちゃんが喜ぶと、首にかかった時計がわずかに光り、時計の針が動きました。何これ、これが一周すると人間になって解釈違いです、地雷ですってなって低評価をされちゃうってやつ。私もな、獣だしな。わあ、これ何なんだ、2時になっちゃったよ。家族レベル、家族レベル2。うわあ、シビアだな。そんな表現をさ、作っていいの？なんか私のところの家族レベルはまあみんな総じて10ぐらいだけど、あそこんちは100ぐらいで羨ましいよね、みたいな。家族にレベルというものをつけちゃいけないと思う。みんな違ってみんな家族。エピソードは絆メーターを貯めることで見ることができるようになります。エピソードが溜まったら、ん？これ体験版だけど結構できるな。なでなでしてくれて、とっても気持ちよかった。気持ちよかったか。よかったね。あのね、またなでてほしいな。どうしよっかな。あ、もちろん、いっぱいなでてあげる。なでるのそんなによかったか。ミトコンさんになでてもらって、いい気持ちになるのよ。もっと依存させたいわ。これからも、もっとなでてほしいの。しょうがないな。私、撫でるができるようになりました。他の人間にも同じことを言ってるんじゃないかしら。撫でるボタンを押して猫が満足するまで撫でてあげましょう。撫でるを押して猫を撫でてあげましょう。それでは押してみますね。押してみますね。猫をツンツンしたりできるわ。ツン。あう。あう言うてる。時計は何なの、猫ちゃん。わ、尻尾は、尻尾は。尻尾触れない。いや、尻尾だよ。それは尻尾だよ。え？いやー、尻尾に当たり判定ないわ。これは？あ？まあ普通に撫でるか。なんかマリオパーティーみたいな音するんだけどこれ。あ！
ケツを向けてきやがったこの猫。え、今一瞬フリーズした。怖。エピソードが見られるようになったよ。大満足。よかったね。もう戻っていいんですか？猫を撫でられるようになった。猫の方から許可が降りたんだろうな。へー。エピソード見よう。